次は順序に従いまして松田隆之議員。議長19番。皆さん、こんにちは。自由民主党会の市議団の松田隆之でございます。今議会も6月定例議会と同様、緊急事態宣言下ということで、傍聴自粛になっております。少し寂しいですけれども、通告に従い頑張ってまいります。よろしくお願いをいたします。1、安全安心な街づくりについて、今年の夏は危機管理の必要性を思い知らされました。6月定例市議会閉会直後の6月28日、千葉県八街市の市道で、下校途中の小学生にトラックが突っ込み、児童5人が死傷する事故が発生。また、7月3日には静岡県熱海市の藍染川で土石流が発生。何度も繰り返される映像に大きなショックを受けました。そして7月中旬から新型コロナウイルス感染症の感染拡大、デルタ株が猛威を振るい、本市も8月20日からまん延防止等重点措置、27日から緊急事態宣言の対象地域となり、飲食店等への休業要請や集客、イベント関連施設などへの利用制限が強化されております。また8月11日から、10日余り続いた長雨に改めて災害対策の重要性、緊急性を認識いたします。そこでお尋ねをいたします。1、通学路の安全確保、通学路の安全確保については7月2日の岡山市交通安全対策協議会や7月9日の市長記者会見等でも対策を進めること、通学路を見直すことが示されています。また同日文部科学省から合同点検の実施についての依頼もございます。通学路設定の基本的な考え方及びこれまでの合同点検と改善状況、今後の取り組み強化策についてお示しをください。1、通学路に設置する防犯灯設置基準では70メートル以内に防犯灯や道路照明、住居がないこととなっております。しかし周辺地域の一軒家では防犯対策としては不十分です。住居がないことを削除していただけないでしょうか。う、用水路等転落防止対策について、平成28年に町内会等の協力により2507箇所の危険箇所を把握、対策を実施してまいりました。対策済みと未実施数完了見込みをお示しください。2、新型コロナウイルス感染症、災害級の危機、逼迫する医療現場、現下の感染拡大に対する、現下の感染拡大に対する全国首長の発言です。本市の療養方針と医療供給体、医療提供体制の状況についてお示しください。また、自宅療養者の体調管理体制と、療養者の声をお聞かせください。1、自宅療養者などの移送件数の増加に伴い8月18日より救急隊が増強されております。病院交渉4回以上かつ現場滞在時間30分以上の救急搬送困難事案の状況及び消防局として課題はどこにあるとお考えでしょうと消化対策があればお示しをください。う、8月25日の対策会議において本部長は学校園での感染防止の取り組みについてさらなる対策を行うこととしたとされております。さらなる感染防止策についてお示しをください。また小中学生のタブレット端末を使った家庭学習の準備状況についてお示しをください。本議会に PCR 検査費用が計上されております。
検査対象者はどこがどのように判断しているのでしょうか。また市の PCR 検査体制及び最大検査能力数と検査実績についてお示しをください。括弧3、防災対策。あ、自主防災組織の結成状況及び現在説明会を実施している個別避難計画の作成状況と目標、課題をお示しください。地域では避難支援者となることへの不安を訴える方もございます。避難支援者の責任についてはどのようにお考えでしょうか。また避難所では実際の要配慮者への支援状況をどのように把握し、対象者の安全確保されるのでしょうか。市内には土砂警戒区域が1487箇所、うち土砂災害危険箇所が764箇所あり、警戒区域については現地看板や岡山市防洪防災、情報マップからも確認できますが、指定後の地形や土地利用状況調査は行われているのでしょうか。市は5年ぶりにハザードマップを改定し、最新の警戒区域等を盛り込む予定とお聞きします。改定版ハザードマップについて、改定概要と市民周知方法についてお示しをください。市は農業用水路の内水氾濫を防ぐため、美南地域等に引き続き、足森川から水を引く高松、一宮、吉備地区の樋門関係者等の連絡網を作成し、組織的な水調整に取り組むとのことですが、概要、括弧メリット及び、活動指針、スケジュールをお示しください。市の管理する河川は大部分が普通河川であり、444河川、延長390キロ、農業水路の延長は4000キロにも及んでおります。高齢化と離農、土手が高いなどにより、地域住民による浚渫作業が難しくなっております。それぞれの対応策についてお示しをください。2. 観光振興策について、観光業を取り巻く環境は、新型コロナウイルスによる国内経済や観光ニーズの多様化、技術革新の進展など、多様な変化に直面しており、大きな転換期を迎えております。そうした中、市は今年6月、選ばれる観光地として国内外からの誘客を図ることを目的に、計画期間を令和3年度から7年度までの5年間とした岡山市観光振興アクションプランを策定しています。そこでお尋ねをいたします。括弧1、計画では令和7年度の観光客の目標値は、令和2年度までの前期中期計画の目標値、948万7千人を引き続き設定しております。理由及び達成に向けた新たな観光戦略をお示しください。括弧2、日本遺産に古代吉備の遺産が認定されて3年が経過いたしました。コロナ禍ではございますが、これまでの総括と今年度の日本遺産活用推進事業についてご教示をください。括弧3、ディスティネーションキャンペーンへの参画事業、吉備地周遊バスの運行が中断されました。今後についてお示しをください。また、高松城市 VR 政策について、当時の水攻めの様子が VR、バーチャルリアリティ、仮想現実の技術により、どのように可視化されるのか、政策方針と概要についてお示しをください。市民の広場岡山9月号の区民のページには、高松城址公園資料館が来年度に建て替えられることが紹介されております。どのような資料館となるのかご教示をください。括弧4、市は今年7月、観光情報をまとめたパンフレットを12年ぶりに大幅刷新。こういうふうなバッグに入れるような大きさでいいのができております。QR コードから専用サイトにつなぎ、ドローンによる空撮や360度カメラの映像を見ることができる本当に素晴らしいパンフレットです。3万部ではもったいないと私は思います。各家庭に配布していただけないでしょうか。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
危機管理官、危機管理官でございます。安全安心な街づくりについての候補、防災対策についての自主防災組織の結成状況、個別避難計画の作成状況とのこれを及び課題についてお答えいたします。自主防災組織の組織率は今年3年3月末時点で 94.1% です。また個別避難計画の策定は今年4月末時点で421件ですが、現在3つの地域で個別避難計画策定モデル事業に取り組んでおるところでございます。この中で問題課題の抽出や対応策などのノウハウを蓄積し、作成方法を確立した上で全市に取り組みを展開することとしており、その時点で目標の設定も行ってまいりたいと考えております。次に避難支援者の責任についてお答えいたします。要支援者の避難支援にあたり、国が示す取り組み指針では、支援者は法的な義務や責任を負うものではないとされております。次に要配慮者への支援状況の把握についてお答えいたします。避難情報発令時、対象者の個別の避難状況については要配慮者を含め把握できておりません。要配慮者については、まず個別避難計画の作成に全力で取り組み、その上で次にどのような対応が必要か研究してまいりたいと考えております。最後にハザードマップの改定概要と市民への周知方法についてです。現在洪水土砂災害と津波ハザードマップの改定を進めております。改定にあたっては河川の浸水想定など最新の情報をもとに、浸水深や土砂災害の分類を細分化するなど掲載情報を充実させます。さらに情報を見やすくするため、図画を従来の2分割から19分割とし、地図の裏面には日頃からの備えや防災情報の入手方法、最大規模降雨の浸水想定などを掲載いたします。また改定ができ次第、市ホームページの地図情報システムで公開するとともに、出前講座や防災訓練などの場で周知を図ります。さらに各区役所、支所、地域センター、公民館等の窓口に配置し、希望された方に配布することを予定しております。以上です。市民生活局長。市民生活局長です。同じく通学路の安全確保のうち、防犯灯の設置基準についてです。防犯灯の設置については、地元のことを熟知する町内会が市の補助を利用して設置されることを基本としています。しかしながら、通学路の安全確保の必要性があるにもかかわらず、住居から離れているなどの理由により町内会での設置が困難な場合は、要望により市が設置を行っております。防犯灯設置基準の住居に関する規定については、生活様式の変化や地域の実情などを踏まえ、見直しが必要かどうかも含めて研究してまいります。以上です。感染症対策担当局長。感染症対策担当局長です。同じ項、新型コロナウイルス感染症、岡山市の療養方針と医療提供体制の状況、自宅療養者の体調管理体制と療養者の声についてお答えします。岡山市では国の基準に従い、高齢者、基礎疾患がある方など原則入院していただくこととしておりますが、個々の症状や意向に踏まえ、県所において療養方針を判断しております。医療体制については、岡山県下で557床の病床と507室の宿泊療養施設が確保されており、現在稼働率は 40-50% 程度と、ピークから徐々に改善しております。自宅療養者には毎日1回、保健所もしくは協力医療機関から健康状態を確認するため電話連絡を行っており、血中酸素飽和度などを聞き取っております。自宅療養者の方の不安の声に関しましては、聞き取りを行った上、必要に応じ医療機関等に受診等を結びつけております。続いて、検査対象者はどこがどのように判断しているのか、市の PCR 検査体制および最大検査能力数と検査実績についてお答えします。
PCR 検査対象者は感染者との接触状況により保健所において対象者を判断しております。 PCR 検査体制は保健所が直接検体を採取するものと市内約300の協力医療機関で行うものがあり、8月23日から29日までの1週間の実績は6039件です。最大検査能力数につきましては明確な数は不明ですが、保健所や医療機関で行うものに加え民間検査機関による PCR 検査も行われているところです。以上です。岡山区育成局長。岡山区育成局長です。同じく新型コロナウイルス感染症のところで園でのさらなる感染予防策についてお答えします。園におきましては登園前の検温、手洗いや消毒の徹底、3密を避ける工夫、風邪症状等の体調不良時には登園を控えてもらうなど、これまで行ってきた感染対策を改めて徹底するものとしております。また園内で感染者が確認された場合には保健所と協議し、必要に応じてクラス閉鎖、休園等の対応を取っていくものとしております。以上です。産業観光局長。産業観光局長です。同じく防災対策のうち、市の管理する農業用水路の浚渫作業が難しくなっている、その対応策についてですが、農業用水路については浚渫、もがり、清掃作業などを農家や地域住民の方々に実施していただいておりますが、水深の深いところや暗渠部など作業が困難な場所等については業者委託を行っているところです。以上です。教育長。局長でございます。同じ校、はじめに通学路の安全確保の中、通学路設定の基本的な考え方、またこれまでの合同点検改善状況、今後の取り組み強化策についてお答えいたします。通学路は学校、保護者、町内会などが警察や地域住民の方などからの情報、また実際に通学路の状況等を把握して可能な限り安全な経路を設定しております。これまでの合同点検と改善状況につきましては川本議員にご答弁したとおりです。今後も引き続き地域や保護者、関係機関と連携協力し、登下校時の安全確保に努めてまいります。次に、新型コロナウイルス感染症の中、さらなる感染予防対策、タブレット端末を使った家庭学習の準備状況についてお答えいたします。宿泊を伴う行事を含む校外行事や運動会などの校内行事は延期または中止、授業は感染リスクの高い学習活動を行わない、部活動は原則休止、また保健所と協議し必要に応じて学級閉鎖等の対応を取ることとしました。また端末を使った家庭学習につきましては川本議員にお答えしたとおりであります。以上でございます。都市整備局長。整備局長です。同じ校で、通学路の安全確保のうち用水路転落防止対策の対策済みと未実施数、完了見込みについてお答えいたします。用水路転落防止対策につきましては、平成28年度に実施した一斉点検により土木・農林合わせて2507箇所の危険箇所を把握し、そのうち特に危険性が高い944箇所について平成30年度までに集中的に対策を実施してきました。引き続き960箇所の対策を行い、令和2年度末時点で対策済みが1904箇所であり、残りの603箇所を今年度と来年度の2カ年で対策を進めてまいる予定としております。以上です。下水道河川局長。下水道河川局長です。同じく防災対策について3件、順次お答えいたします。まず警戒区域指定後の状況調査についてです。県において土砂災害特別警戒区域を含む区域指定がおおむね昨年度終了し、今後定期的な調査方法等を検討する予定と聞いております。
次に高松一宮吉備津地区の水位調整の概要等についてです。事前水位調整の取り組みは大雨が予想される場合に地元関係者の協力によりあらかじめ農業用水路の水位を低下させできる限り多くの雨水をためることで氾濫の防止と浸水被害の軽減を図るものです。水位を低下させるには河川からの取水を停止するとともに用水路の一連の樋門操作により円滑に排水をする必要がありますが長い延長の用水路を抱える本市では施設やその操作に携わる方々が非常に多いことから市と樋門操作員の方々の連絡体制の強化が重要となってまいります。このため、主要な幹線水路を対象とし現在、取水樋門の操作員の方々との調整協議を行っているところです。今年度をめどに各樋門の操作員の方々を含めた関係者との調整協議を終えたいと考えています。次に、市の管理する河川における浚渫の対応についてです。市管理河川の浚渫につきましては地元要望に基づく浚渫のほか河川氾濫時の影響等を考慮の上計画的に浚渫を行うこととしています。以上です。消防局長。消防局長です。同じ項新型コロナウイルス感染症の中救急搬送困難事案の状況及び課題と対策についてです。当局管内における救急搬送困難事案の状況は7月下旬の1週間あたり10件をピークにその後横ばいで推移し8月下旬で同8件となっております。搬送困難事案が増加した場合には現場滞在時間が長引き新たな救急要請への対応に支障を生じることが課題となります。このため引き続き関係機関と連携を図りながら救急隊をさらに増大するなどの対策を講じてまいりたいと思います。以上です。三条官庁局長。産業観光局長です。2観光振興策についての項令和7年度の観光客数の目標を前期中期計画と同じにしている理由は達成に向けた観光戦略についてですが新型コロナウイルス感染症の影響で昨年度から観光客は大幅に減少しており本計画の策定時においては回復の見通しも不透明だったため令和7年度の目標値は前期中期計画で設定した値を引き続き目標としております。新たな観光戦略といたしましては令和3年6月に策定した観光振興アクションプランの中で7つの柱を掲げており継続して日本遺産の活用や桃太郎の町、岡山のプロモーション歴史と文化財を融合させた観光誘客事業などに取り組むことに加え令和4年度に予定している岡山城のリニューアルオープンや岡山デスティネーションキャンペーンを実施していくことにより目標達成を目指してまいります。次に日本遺産桃太郎伝説の生まれた町岡山の総括と今年度の日本遺産活用推進事業についてですが日本遺産に認定された観光地においては新型コロナウイルス感染症の影響により来場者の大幅な減少に見舞われておりますが影響を受ける前までは認定後のさまざまな情報発信造山古墳ビジターセンターや看板設置などの受け地整備を地元の方と一緒に行ってきた結果関係者からは来場者が増えたとの声をお聞きしたり地元の盛り上がりや旅行商品の製造など一定の成果があったものと考えております。今年度の事業といたしましては引き続き地元の方が主体となった体験型おもてなしプログラムを実施することに加えこれまで日本遺産関連事業で取り組んできた観光ガイドや
体験プログラム等を取り入れたツアー造成を行うとともに、実際に旅をしたように感じられる動画を作成して効果的な発信を行うこととしております。また史跡専属古墳整備事業においては、墳丘整備と、復元した埴輪を並べる予定としております。次に吉備路周遊バスの今後についてですが、吉備路周遊バスは岡山デスティネーションキャンペーンのプレキャンペーンに合わせて、吉備路の観光スポットを訪れる観光客等の利便性を向上させ、観光誘客につなげること、また利用者ニーズ等を把握して来年度のデスティネーションキャンペーン本番時に生かすことを目的に、7月末から8月末にかけての当日祝日に運行する予定としておりました。しかし大雨や新型コロナウイルス感染症の影響で、結果的には5日間の運行となり、延べ500名弱の方々にご利用いただきました。今後利用者アンケートや運行事業者からの聞き取り等を検証し、来年度の本番時にはさらにブラッシュアップした内容で実施したいと考えております。次に高松城址 VR 制作の制作方針と概要についてですが、高松城址 VR の制作にあたっては、備中高松城の戦いの歴史的価値を再認識し、さらに魅力的な観光コンテンツに作り上げていくことで、歴史愛好家や国内外から多くの観光客を集め、満足度の向上につながるよう取り組んでいます。 VR の概要といたしましては、1582年天正10年の備中高松城やその周辺、また夫人の様子をコンピューターグラフィックスで制作し、その CG をもとに様々な視点で当時の風景や武将等の情報を見ることができる VR ツアーや、水攻め、清水宗春公切腹などの場面の動画を作成いたします。また岡山城展示リニューアルの監修者でもある歴史学者の磯田道文氏にご解説いただき、合戦の始まりから終結までの全体像がわかる動画も作成しているところです。最後に観光パンフレットを各家庭に配布してはどうかについてですが、この度リニューアルした観光パンフレットは、テーマに沿った見やすいレイアウトや持ちやすいサイズとすることに加え、 QR コードの活用により観光地の空撮や360度カメラの映像を見ることで臨場感を体感できるパンフレットとしても工夫しており、岡山市の観光の魅力を広く全国へ向けて発信し、岡山市への観光誘客を図るために作成しております。現在市内の観光案内所や観光施設等での配布に加え、観光情報サイトでも閲覧することができますが、議員ご提案を踏まえ、市民の方々にも広く手に取っていただけるよう、設置場所や方法などを検討してまいりたいと考えております。以上です。都市交通公園担当局長。都市交通公園担当局長です。同じ項、高松城址公園資料館についてです。高松城址公園資料館は老朽化が進み、バリアフリーの対応もできていないため、来年度建て替えを行う予定です。新たな資料館については、歴史公園内の施設としてふさわしいデザインとするとともに、備中高松城水攻め等について分かりやすく展示し紹介することで、観光客や地域の皆様に親しまれる施設となるよう、今後具体的な設計を進めてまいりたいと考えております。以上です。松田隆之議員。はい、ご答弁ありがとうございました。それでは何点か再質問させていただきます。まず通学路の安全確保なんですけれども、
3日の金曜日、地元新聞にもですね、通学路を点検するその様子が紹介されておりまして、教育委員会では7月15日にですね、学校長宛にその文書を出されて、危険箇所のリストアップ、あるいはですね、対応が、早急な対応が必要な危険箇所についてもですね、8月末までに提出するようにというような文書を出されてですね、ちょっとお聞きしたいのは、どの程度の、箇所数がね、リストアップされてきているのか、ちょっと お願いをしたいというふうに思います。次に、新型コロナウイルスの自宅療養者について、お伺いします。今ご答弁ではですね、自宅療養の療養者の声なんですけれども、必要により、医療機関の方に結びつけるんだというようなご答弁だったと思います。療養者というのは、自らその体調、自分の体調以外にですね、家族へのその感染というのを心配されたんじゃないかなというふうに思います。毎日のようにね、病状がこう急変して、亡くなるというようなニュースも届いております。で、私も知らんかったんですけれども、コロナの確保病床ですね、先ほど557床というようなご答弁ございました。で、稼働率が40から 50% ですよってご答弁されたんですね。ということは、半分近くは私は空いてるんかなと。で、空いてるのになんでその救急搬送困難事案がこう、ね、先ほど週に8件というようなご答弁もあったんですけど、その稼働率 40%、50% のになんでその困難事案が出るんかな、最初分からなかったんですね。そしたら、そのコロナ病床であっても、そのコロナ患者以外に、で、その他の病床は埋まってるんだということも教えていただきました。そういうことをして納得はしたんですけれども、やはりその療養者の声で不安な人を、入院したいんじゃいう人はですね、特に入院できるような病床の確保というのが必要なんじゃないかなというふうに思います。昨日の新聞にですね、岡山県の酸素ステーションとか入院待機ステーションを整備するというような記事も載ってました。県の役割というふうには聞いておるんですが、岡山市は政令指定都市で、県庁所在地でもあるんですね。だから、市として、県の役割は別にですね、病床数557で、いくらか病院側にも支援をして、そのいつでも入れるような病床を確保しておくとか、療養施設についてもそうですね、そういうふうな協力支援することはできないのかということを再質問いたします。それから次にオンライン学習について、再質問させていただきます。教育委員会はですね、8月30日に1人1台端末、Chromebook ですね、いわゆるパソコンの持ち帰りについてという文書を保護者に送っておられます。で、持ち帰りを希望する保護者あるいは児童生徒からですね、借用申請書兼同意書というのを9月3日までに提出してくださいというようなことが書いてあるんですね。で、先ほど川本議員にも質問にもありましたけれども、 Wi-Fi 環境が整ってない方にはですね、有償でもモバイルルーターを貸し出すよいうことも書いてあるんですね。で、その文書の中に、持ち帰りはあくまで学びの保障の手立ての一つというふうに書いてあるんですね。そういうことなんですけれども、子どもたち全員がですね、オンラインで学ぶことが、望ましい姿ではないかというふうに私は思うんですね。で、申請書兼同意書を提出していないご家庭ですね、いわゆる持ち帰れない、ご家庭にはですね、さまざまなその理由が、経済的な理由もあれば、いろんな理由があると思うんですね。それぞれの理由に応じた手立てを講じる、岡山市としてね。で、より全員に近づけることが必要なんじゃないかなというふうに思っております。ご所見をお示しください。次に避難個別計画についてお聞きします。個別避難計画の最終的な目的というのは、
要配慮者を誰一人として取り、残さないことだろうと思うんですね。私も災害時の説明会に聞きに行かせてもらいました。私岡山市の説明会としてはですね、本当によくできた説明会、素晴らしいなと思って見させていただきました。で、私がお聞きしたいのはですね、避難所が確認されればですね、健常者と同様に本来こういう計画対象者って1万1000人ぐらいおられる。そのうち名簿を出してみよう言うて了解しとる人が7000人ぐらいというふうにお聞きしてるんですね。で、そういう人が本当に、避難できたかどうかという確認というのは仕組みが必要だと思うんですね。で、今防災 DX デジタルトランスフォーマー、フォーメーションを活用してですね、いろんな取り組みが進んだもんね。で、岡山市においてもそうしたデジタル技術を活用してですね、要配慮者の避難あるいは家庭への状況、その人が今どういう状況にあるのかというのは市として私は把握 することがですね、要配慮者の避難を見過ごさないことになると思うんですね。ご所見をお示しください。それから次にはハザードマップについてお尋ねします。今記憶に新しいハザードマップでだけでもですね、4種類のものが家庭に行くんですね。で、私がこれ A ないで、大体A3 型の学のハザードマップというのはね、よう貼っておられるご家庭あるんね。で、あれなんでいいか言ったら、やっぱりこう貼るのに小さいからいいんじゃないかなというふうに思っておるんですけど、市民に分かりやすいその活用されるハザードマップの作戦について、当局はどういうふうに考えておられるんだろうかなと。19区画作るよと。私はそれに内水も洪水も裏表で載すとか、なんかこう工夫しとけばいいんじゃねえかなというふうには思うんです。で、小学校区番が今よう用いられたんですけど、それに今回改定するデータを載せ替えて小学校区番も改正されるそのつもりがあるかどうかも含めて、ご答弁願います。次に諮問関係者 の連絡網でお尋ねします。これは私も議会で何回も、お願いしておったことで、本当に喜んでおります。すごいなと思って、今朝ですかね、市長さんの答弁で、水位のことも災害の軽減につながったみたいなご答弁があったと思うんですけれども、私は有効な連絡網にするためにはですね、一つは市の担当者が適時適切に指示を出すと、その関係者にですね、そのことと実際に紐が開けられたのか閉められたのか、そういう確認、実際に河川水位が下がったのかどうかという確認、これも必要なんじゃないかと思うんです。ご所見があればお願いします。はい、よろしくお願いします。それから河川や用水の浚渫についてお尋ねをいたします。カメラの調子がようわからんのであれなんですけど、なんで私がこの春節 のお願いをご質問したかというとですね、7月8日に田原排水機場を動かしたんですね。じゃあ除塵機にもうほんまに2メートル3メートルの草がぐーっとかかってですね、で除塵機にかかるもんだからオーバーロードになってチェーンが切れるからこう安全装置が働いて除塵機がストップするんですね。で除塵機がストップするからポンプもストップするんですわ。でそれが繰り返されたんで、3時からポンプ場を動かされて、私のところ連絡があったのは4時半ですわ。でメーカーの方も来られて、でいろいろやったんですけど、
まあ、うちの関係者はですね、市に誘導ったのにと言って、非常に嘆いておられたんですね。だから私は排水機場に入る完全排水路だけでもですね、底張りをしてほしい、コンクリートの底張りをしてほしいというふうに思います。ご答弁お願いします。だから最後観光なんですけど、本当に高松城のですね、VR 政策資料化整備ですね、ありがとうございます。地元の方も大変喜んでおります。でまあ、これ要望なんですけれども、今後進んでいくときにはですね、また地元の方には、高松城市歩行会というのもございます。そちらの方にもですね、声をかけて、共に歩んでほしいなというふうに思います。はい、私の再質問終わります。以上です。当局の答弁を求めます。危機管理官。危機管理官でございます。個別避難計画の対象者を十分把握するようにというご質問いただきました。我々も個別避難計画の対象者、これにつきましては毎年約4分の1が対象者が変わるという実態もございます。そういうのがありますので、ご指摘のいただきました把握も含めまして、DX の活用していきたいと思いますので、今後どういうことができるか検討してまいりたいと考えております。続きまして、ハザードマップについてでございます。現在作っております、作成中のハザードマップ、これは現在のハザードマップが先ほど説明させていただきましたように、2分割になっております。それを19分割にするということは、一つの部分でかなり縮尺が大きくなって分かりやすくなるということがございます。それと昨年配布しました小学校区のハザードマップ、あるいは小学校区その周辺が少し見にくいということで小学校区をまたがっての避難等が必要な場合にはもう少し広いのが欲しいというご意見もいただいて今回19ずつ確認させていただいております。なんで、ちょっとできたのを見ていただいて必要があればちょっと小学校区のまま改めてという形で検討させていただければと思っております。それとデータを1枚の地図に重ねるのがいいのではないかというご指摘でございますが、これについては特に浸水で洪水と津波が重なるエリアとかがございます。そうした場合にそれぞれの浸水深がどの程度になるかというのを我々もパターン的にはやってみたんですが、なかなか一般的に分かりやすい1枚の図面を見て津波でここが何メーター浸水する、洪水の場合は何メーターですよっていうのが分かりづらいっていうのがありまして、今のところ分割それぞれの災害種別ごとの作成させていただいておるところでございます。一方でホームページのデジタルの分は表示それぞれ選択できますので、作成するそこでは見えるんですが、作成するのは災害種別ごとにさせていただけたらと思っております。以上です。感染症対策担当局長。感染症対策担当局長です。病床、それから療養者数の稼働率が40から50% ということで、すぐ入院できる病棟、療養施設を市として増やしてはどうかというご質問だったと思います。感染者の療養状況につきましては、県内全体の感染療養者数を見て確保すべきものと考えておりまして、県全体で考えるべきものと考えております。市として単独に準備するというのは難しいですけれども、毎週県とそれから病院、医師会等とも、感染者の推移、それから療養状況などの情報交換の会議を開いておりまして、その中で今後の見通しであるとかそういったものを一緒に共有しながら協議をしてまいりたいと考えておりますし、県の方の協議とも一緒に加わっていきたいというふうに考えております。以上です。産業観光局長。産業観光局長です。幹線用水路、農業用水路の底張りコンクリートはできないかというご質問に対してです。底張りコンクリートにつきましては、地元の農業水利関係者などからの要望を踏まえまして、事業効果や環境面にも配慮し、
規模、内容等を精査した上で補助事業等を活用するとともに、関係と自家領区と連携を図りながら円滑な通水確保に努めてまいりたいと考えております。以上です。同じ長官局長でございます。歳出2点いただきましたが、1点目は小学校からリストアップされた通学路上の危険箇所についてであります。報告されたものの中にはですね、犬がいるとか、それから通学路に木や草が伸びているなど、今回の合同点検とは違った観点も含まれておりました。現在、それらは関係課で精査して確認しているため、正確な数字をお伝えするということはできません。続いて、端末の持ち帰り、学級閉鎖等になった時の端末の持ち帰りですが、端末は議員ご指摘のように全員持ち帰るということを可能としています。インターネット環境がない家庭にはモバイルルーターを貸し出すことができるようにしているところです。ルール上申請書を出していただくようになっていますが、それが提出されない家庭についてはオンラインだけでなくプリント学習や必要な支援を、プリント学習など必要な支援を行ってまいりたいと考えております。以上です。下水道河川局長。下水道河川局長です。まず用水路の改正表の話になりますが、通常の用水を運輸する上で一定の連絡体制の確立をされているというふうには認識していまして、浸水対策をする上での運用の仕方っていうところで、その連絡体制の強化をしていくというのが、現在先に答弁をさせていただいた連絡調整会議をしています。で、今後まだ残った、水路関係の、関係者ともその話をさせていただく中で、より事故度が上がる連絡体制を作るということでの課題を持って、また調整協議をしていきたいと考えています。それから、普通河川の底張りの話になりますが、通常は地元からの要望をいただいたり、氾濫防止のための必要性があれば、東部の方で計画をして、河川の底張りをやっているというふうに考えています。以上です。以上で松田孝之議員の質問は終わりました。